のマシン。イーティスト。キャバ。リカバリThank you.
ったんか。食べれるし。よし。だったら。だから大丈夫だっつってんでしょうが。たかだか人間の一人や二人。私が手に持って運べば問題ねえでしょうよ。問題があるからダメだと言っているのだ。それがわからんほど貴様のケツは青かったか。散々真っ赤にしたくしてもクイズと、ちょうどいいぜ、中佐殿。すっこけてる王子様にも話してくださいよ。わざわざ舞台の通信を割いて俺に似たくか。こうなったら助けるか殺すかだが、あいにくどちらも頼むよ。へいへい、そりゃあ見殺しが一番です。デッドアライブなら。うるせえな、黙ってろよコックヘッド。だったらお前はハックヘッド。貴様らそんなにヘッドショットしてほしいんだよ。今ならその風船頭に収まったピンクプリンちゃんにもサービスしてやるぞ。わかった、バカリン。不満たらたらの声も言うな。水がつまらんそう平気で吐くのは大金持ちのアホを見た。いや、おい、そこのガキ、デッドアライブでどうするつもり。他のびっくり、全力疾走します。は？それで？あとはまあ、敵のシュミクラムもどこかの誰かさんたちがうっかり転ばしてくれますよ。それで無事だったら誰かさんたちが生死不問でとっ捕まえに来てくれますよね。てめえ、いけしゃーしゃーと。偶然？まさか。でも風が吹けばお部屋が儲かると言いますから、きっと誰かが儲かるでしょうね。そこにたまたま貢献した善意の第三者を見殺しにするのがお仕事ですから。中佐、走るか、悪くはないが。ああ、もう中佐もてめえも何のんきに話してんだよ。撤収限界まであんまり時間ねえんだぞ。
悪かった。つい手出ししちまった。そうじゃねえよ。お前今、私より先に撃ってたよな。は？は？じゃねえ。お前は私より先に撃った。いいな。そうだよな。そうなんだよ。お、お。あー、ちくしょう。ほんと腹立つ。困ったな。こんなクソ生意気な野郎に張り付くっちまった。やってらんねえよ、ほんと。で、どうですかね。我らが偉大なる中佐殿。こいつに助けられた分を借り返すの、すっげえコストかかりそうなんですが。私の過失なんだし、こっちで処理しちまってもいいでしょ。労働返済って形にはなりますがね。お前、それにこいつうまく走れそうじゃねえですか。バカを言うな、注意。そんなことを俺が認めるとか思っているのか。何度も言わせるな。作戦行動中の席はどんなことがあったとしても指揮官が大物だ。いいか、どんなことがあってもだ。貴様がタフなランナーに打ち負けてイラン負債を背負ったのも同様だ。分かったか。やあ、訓練に励みます、中佐殿。よろしい。では、誠に遺憾ながら、俺は部隊の負債を最小限にとどめるべく、命令を下さねばならん。桜中尉は、そこのガキを、懇切丁寧かつ礼儀正しく、銃弾の雨を浴びせても構わんから、生きた状態で搬送して差し上げること。以上だ。何か意見は？ありません、中佐殿。ありがたくあります、中佐殿。よろしい、走れよ、ランナー。注意もな。やあ。さて、それじゃあ行くぜ、ランナー。私はシズのサクラ。階級は注意だが、そんなもんお前には関係ねえから、サクラでいいや。いや、よろしく、さくら。ケツは私が持ってやるから、小石くらいは自分で蹴散らせ。じゃあ、おっかなびっくり。全力疾走とシャレ込むか。後ろは気にすんじゃねえぞ。福兵は、くだらねえこと聞くな。私も中佐も言わなかったってことは、つまりそういうことだ。いや、
丈夫かな。まあそれなりだね。なんか違和感でもあるの。動きに出るのか。そんなことあるかバカ。そんなんだったらいちいち聞いたりしないで、お前のケツぶったたいてるっつうの。でどうなんだよ。ちょっと決まってるみたいな感じだな。まさか。ドラッグの類じゃなくてエンドルフィンの出過ぎだな。ランナーズハイってやつだ。だったらさっさと天国まで走っていっちまえ。ここが天国じゃ。お前次だろ。わかった。お前に心配いらねえって分かったから黙って転がせ。浅い聞いたか。いい調子だ。なんだ、やっぱり走れるじゃねえか。そっちはどうなんだ。あん、問題があるように見えるのか。暇じゃなきゃお前なんかに話しかけねえよ。こっちは石ころ蹴飛ばすのに忙しいんだ。ちょっと多くてな。ダブルタスクくらいこなせよ。出なきゃ本当に穴が増えちまうぞ。確かにお前に構いながらってのは疲れそうだな。誰も構えなんて言ってねえだろうが。気持ち悪いことほざくんじゃねえよ。声だけ聞いてる分際で悪いんだが、残念だって言われないか。誰が残念だこの野郎。ちくそ、もう話さねえからな。ログアウトしても大丈夫だとか言ってる間に敵さんのご登場だ。急いでケツまくれ。あれってパンドラだ。くそ、予想よりも早く来やがった。いや、なんだか動きが変だぞ。あれ、なんだ、やけに数が少ねえな。先遣隊ってより追いかけてんのか。おい、この進路だとぶつかるぞ。来るのが分かってんだったら早く行ってログアウトしろ。そいつらこっちが目的じゃねえだろう。目的じゃないっつっても捕捉はされてるぞ。目撃者を生かしておくような奴らか。ケースバイケースだからとりあえず避けとけっつってんだよ。あ、いや違う、必要なのは先手と主導権だ。とりあえずてめえが様子見てこい。無茶してえならさせてやるよ。お前なんか死んじまえばいいんだ。だから行け。な、むちゃくちゃな。なんだ貴様は。通りすがっただけなんて言っても見逃してくれないよな。いや、ちょうどいい。我々がそいつを捕獲するまで逃がすな。そうすれば見逃してやる。怖がってるか。そんなことは知らん。我々はそいつを捕獲するのが任務だ。いいぞ、そ
そのままおとなしくしてろ。貴様、我々を誰だと思っている。悪い。だが少なくとも正義の味方には見えないな。いい度胸だ。ならば反乱分子として処分してやる。あの、こっちはまだ寝ぼけてるみたいでちょっとテンション高いんだ。女のケツを追います先輩から、気分で守ってやるくらいにはな。ブロック。大丈夫か？うん、あの、助けてくれてありがとう。ああ、いいっていいって。それより私ら早く戻らないといけないんだよね。だそうだ。だそうだじゃねえだろ。もともとてめえが原因なんだからさっさと行け。つうか行く、行くぞ、ほら。ま、そういうわけだから気をつけろよ。うん、じゃあね。ログアウトしないんだな、あの子。いいから、さっさとログアウトするぞ。なあ、そういえばさくら、一段落したから言うんだが。なんだよ、もうプロセス起動すっからな。俺、自分の名前も何も覚えてない。なに？ログアウト。